そこにハート入っとるかな。え、あったあった。よし、オッケー。え、なんかほぼ回復してなくね。顔と体合ってなさすぎじゃね。え、なんでこの場合はさ、ゾーラとかゴロンみたいに体は変わらんの。すげえ怖えけど。あ、もうなんかつけとる感満載やね、これ。なるほど。なるほど、そういう感じなんね。で、なんかこの近くにある樽の中に、はぐれ妖精がおると。いや、私前回の攻略の時、最終的に何匹だ ?4 匹捕まえとったんかな。樽ってこれじゃないよね。これ壊せんやつよね。じゃあとりあえず、上の方にある赤と緑のパイプが伸びとるところ、どこだ?どれだ?あ、今のやつかな。赤と緑のパイプが。入れねえ。はい、入れたー。んで、出てきて、ここの邪魔だよ。上の方か。上の方で、とりあえず、あの、足場。よいしょ。あ、てかもう魔力全開してるよ。ここで、あそこでダンジョンマップをゲットする。宝箱。よし。違うやん、青いルピー。あ、そっか、もう一巡目でダンジョンマップはゲットしとるけんってこと?ダンジョンマップは消えないのか。それ普通に出とるよね。なるほど、なるほど。んで、ここで足場を作らんといかんのか?あ、もう矢が少ない、矢が。よっ。で、ここにはぐれ妖精。これで4人目。よし。あっちには渡っていくんかな、今の時点で。とりあえずは、今の段階では、下に行って、で、あの壁から生えてる手。あいつらをやっつけまして。いいよ。で、進んでいくと。で、進んでいった先におる、そう、デクの棒を落としてくれるかな。よし。こいつらを、あれ?こいつらを、やっつける。なんかさ、スッとやっつけれるときとさ、こうやって落ちて向かってくるときって何が違うの?動きがきしょいよ。全然デクの棒落としてくれんやん。あ。めっちゃ近い。やばい。落ちた落ちた落ちた。なんか一体目だけさ、スッてやっつけれたよね。なんなんやろ。デクの棒落ちてないよね。ないね。んで、ここから、いてててて。どこや?ちょ、待ってね。あっち側を向くと、あそこにもおると。微塵も当たらないんですけど、マジで。ちゃんと真上にしてよ。どう?落ちた、落ちた。はい。あー、体力!びっくりした。なんかと思った一瞬。はい。
でやっつけたら出てくるこの宝箱の中にはぐれ妖精。よし、ゲット。さあ次だ。で次があっち側に行けばいいんかな。いいよ。こっちに行くと、なるほど、ここか。とりあえずあっち側の、うわーでもあいつめんどくせえな。あれ先にやっつけとくか。あ、でもさっき行っちゃった。ま、少々ダメージは受けたけれども、青いルピー、ここにあったのがコンパスやね。そしてお面をつけてあいつらをやっつけてしまいたい。ちょっと体力がなくなるでしょ。あぶねー。ふう。で、ちょいと君だよ、君。よし、オッケー。で、ここの宝箱から、小さな鍵、鍵付きドアを開く鍵、ここでしか使えない。よし。ハートとかないっすか？まあ、矢も大事ね。ふう、鍵も回収したし、どこかな、こっちか。そこにハート入っとるかな。あったあった。よし、オッケー。なんかほぼ回復してなくね。これでどれだ。なんかそこに敵いる。待って待って、見えないんだけど。あ、手がいるのか。なるほど。なんかこの辺でさ、どこだ、この辺でさ、なんかあれないけど、あ、あれか、あれだ、あった。この辺でフックショットで、どの辺から狙えばいいんだ。フックショットで、そこの壺を割りたいのだけど、これね、落ちたら流されるけんね、全然壺見えないんですけど。全く壺が見えないんですけど、ね、どうやったらあの位置の壺壊せる。あ、これでいけるか。よし、出た出た出た。これで、はぐれ妖精が出たね。ってことで、また、ここで大妖精のお面に付け替えて、さあ、やってくるんだ。よし、これではぐれ妖精6人目。イエーイ。さあ、そして、こんな、なるほどね。なんか他のやつと違って、あ、違う違う。何の演出もなく、スッて付け替えれるんやね。よしよし。んーで、ここで流される。で、多分ここの一番下、これか。赤いパイプの伸びた部屋に、入る。そして、とりあえず、水上に上がっていきまして、赤いパイプの上を渡って進む。これだね。ひえー。そうだよ、君がいたんだな。よっ。あ、やめろよ。やめろよ。赤いパイプの上を、あ、おい、やっつけられろよ。よいしょ、ケイ。で、渡って進んでいきまし
で、ここで鍵を使って部屋に入る。これあの先中ボスの部屋じゃね？ってことはここで準備を整えねばならんわけね。よしよし。え、せめてハート満タンにして、あ、なったなった、よかったよかった。矢は別に全部あるけんいっか。よし行こう。どんなやつやった？あれか、上を向いたら戦闘開始や。これはやべえ、セーブしてないよ。あ、まあでも入り口からか。そうかそうか。まあでも入り口からなら、レクの棒ある。よし。まあ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 。よっ。さあ、これでつけてこう。まあ別に、鍵ももう開いとるやろ。よし。いけー。でつけて、はい、消えたな、どっか。ここや。なんで2番目が消えとんの？どう、間に合う？よし、着いたわ。オッケーオッケー。はい、これで痛い痛い痛い。はい、これでオッケー、はぐれ妖精、これで7人目。めっちゃ順調やん。半分ぐらい、今。これ、妖精捕まえたら体力1回復しようかな。そういう感じ？まあ、とりあえず今で、妖精、約半分ってとこかな。めっちゃ多いよね、だって。15やっけ？全部で。やば。まあ、でも前回に比べたら全然めっちゃ捕まえてると。よし。ここ中ボスのとこだね。よし。ここ中ボスのとこっていうか、まあ、準備部屋というか。ほい、ということで。やばいな、もうちょっとで2日目行くやん。ほい、ということで、じゃあ今回は、まあ、妖精を約半分集めたってことで、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、でもまだ半分。神殿半分クリアしたところで、二日目に突入しそうな感じ。やばいね。やばいね。攻略見ながらやってもこんな感じ。難しい。残り半分と中ボス頑張っていこう。